的地は右側です。お疲れ様でした。はい、こんな感じの室内です。爺ヶ岳柏原新道の駐車場で今日は車中泊をします。朝は適当に起きて行ってみます、ね、適当じゃダメだよ。早めにそれでいつもちゃんと起きる起きてみよう。はい、じゃあちゃんと起きてみましょう。ちょっとどんどん行った方がいいよね。そうだね、今日はね、明日天気はねいまいちだからね、うんうん、日の出とともにこのぐらい、うん、じゃあ頑張って行ってみましょう。はい、はい、おはようございます。今日は爺ヶ岳の駐車場に来ています。4時29分、はい、駐車場は満車でいいです。もうすぐ日が昇りますので出発したいと思います。はい、時刻は4時53分、結局4時53分ですが満車です。はい、はい、日の出前に出発します。いやー綺麗だな。橋の手前にも駐車場があります。10台ぐらい止めるね、うん、10台ぐらい。はい、ここが柏原新道の入り口です。はい、はい、はい、では行きましょう。おはようございます。キマガナ夫婦です。今日は爺ヶ岳に登ります。はい、4時55分の出発です。それでは行ってきます。登山者届を出しております。はい、朝のバタバタが終わりました。もうまだいろいろやりたいんだけど。まだやりたい。リュックが、あ、閉まってない。2人で目が見えないしな。そう、目が見えないから何をやるにも困りもんだよ。はい、日が出てきましたよ、奥さん。あー綺麗。はい、ちょっと曇ってるけどいいよね。いいよ、今日こんな感じでね、うん、暑くないらこれじゃね。あ、そろそろ朝日だな、うん、綺麗だね。はい、八海ベンチでいいのかな。到着です。5時48分、八海ベンチ。八海ベンチからの景観です。美しいです。どうやって、ここが口、で、うん、目、そうそうそう、ペリカンみたいな。ペリカンって感じだね。ちょっとこう横からね、はい、この先150メートルの間は崖の上を通ります。ここから気をつけていこうと。よし、行こう。はい、十分気をつけて。はい、じゃあ俺先行こうか。そう、ほら景色もいいじゃん。わあすごい、めっちゃいいぜここをつけてね、はい、なんかひんやりするね。ああ、うん、変わってきたよ。はい、ケルン、うん、ケルン到着。なんかちっちゃいケルンだね。ケルン6時13分、ちょうど1時間。うん、40分と3時間半だけど、ちょっとここは足場の悪かったところだな、うん、そこをクリアだね。はい、はい、そろそろここでクリアなのかな。なんか書いてあるよ。なんか書いてある。この区間は危ないよってこと書いてあるところね。150メートルの区間ね。オッケー。今、はい、無事通り過ぎてきました。通り過ぎました。また樹林帯に入るね。はい、樹林帯。そう。はい、とにかく狭いです。とにかくさ、景観はないです。ここは休憩ポイントがないんだよね。休憩ポイントはちょっとないからね。狭いからなかなか休憩、うん、するところがないね。ないね。駅ね。これ多分あれだよね。何駅って。大木沢駅を見える？ほらあれじゃん。大木沢駅が見えるから、駅岬と。ね。そうだね。おにぎりタイムです。はい。はい。
ここの道はね、なかなか休憩ポイントがないね。うん。ね、まあいいね。では、朝食を取りましたので、はい、6時42分、再び出発します。ああ、種池、酸素が見えてますが、なかなか着きません。でもさ、見えてるってことはさ、うん、案外、うん、もう、そうだね、射程距離だよね。うん、まあ、この道はね、まだ景色がね、そんなに見えないから、うん、時々見えるといいね。この後だね、うんうん、景色が見えないもんで、奥さんの今日は顔の景色を見てました。顔の景色ね、顔の景色ちょっと見たらね、うん、なんかちょっと今日は肌がいつもより、ね、白くて。そんなことないよ、肌は。じゃあいつもないよ、だから乗せてるってことだよ、今日は。あ、おめかしってこと。おめかししてるような感じだ ね、 今日ね。そんなことはないんだけど、いつもそんなこと見ないじゃん。それいつも見ないよ。見ない。あまりにも景色がないからさ、さっきちらっと見たらあれ？と思って。あのね、実は、うん、私、うん、ちょっと前に、うん、初めて、うん、まつげパーマ、うん、というものをやってみました。まつげパーマ？まつげにパーマかかるの？かかるんだって。あ、そう。かかるのよ。ああ、それで？まあ、みんな知ってるかと思うんだけど、私は初めてやったんだけど。どんなの？ちょっと見せてよ。横から映して、はいはい、こんな感じで、まつげにパーマかかってるぞ。まつげがね、パンチパーマじゃないの。そう、チリチリパーマじゃないよ。まつげが常に上を向くように、うん、あの女の人だったら分かると思うんだけど。あ、そういうのあるんだ。ビューラーで持ち上げなくて も、 もう常に、うん、上がってる、上がってる状態でくるんってなってるから、あ、目がはっきり見える。あ、どこもどこもそこも垂れ下がってくる年頃だからな。そうそうそう、本当に本当にそうなんだ。無理やり上げるってことだね。そう、パーマで。そう、パーマかけて。あの、髪の毛のパーマと一緒でね、かかりやすい人とかかりにくい人っていうのがいるんだって。あ、いるんだ。おうおう。で、私はね、あの、自分のまつげはしっかりしてるんだけど、髪の毛もしっかりすぎてて、パーマがかかりにくいんだよ。ああ、硬すぎるってこと？そうね、うん、しっかりしてる。強いってことだね。そう、だからちょっとかかりにくいかなって最初言われたんだけど、髪の毛と一緒だからね。だけど案外とっても綺麗にかかって。ああ、よかったじゃん。くるんってなってね、最初見た時自分で笑っちゃった。なんで？くるくるあまりにも可愛くて。可愛くて？可愛いお目目になっちゃって。大丈夫かお前。で、まあね、慣れてくると、確かに、あの、朝起きたての何もしてない顔もはっきりしてるのよ、目が。だからパッチリしたお目目に見えます。見えるんだ。そう、じゃあモチベーションが上がってるね、最近は。あ、そうそうそう、そういうことだよね。いいじゃない。だからいいんじゃないかなと思って。あ、そう。石畳と言われるぐらいの場所ですから、やっぱり石が多いね、この辺はね。うん、今のところ特に危険箇所ってないね。ないね。あの150メートル間が危ないよって言った。まあ、あそこも、あそこだけだね。まあ、景色がいいっていう感じだったね。うん。じゃあここから水平の道になる。水平の道なんのかな。水平道。はい、取ってください。水平道。はい。あ、水平じゃん。うん、登らねえってやつか。もう紅葉か。早いな。早いよね。色ついてるね、ほら。本当だ。9月の。でもあと1ヶ月もなく。いや、もう9月終わりくらいだな。そうだよね。9月の、ね、紅葉、はい。真夏じゃないね、もう全然ね。はい、気候は。え？気候はもう真夏じゃない、ね。秋だ、秋、秋。うん。秋の気候だよ。まあ、爺ヶ岳だからね。どういう名前なんだろう、ね、依頼なのかね。なんか書いてあったな。そうそう、入り口に、ね、冬のなんか爺さんがどうのこうのってな。え、ほんと、うん、じゃあ冬の雪の形がね、そうそうそう。まあ帰りに見てこう。グランドファーザー畑だね。ねえ、なんでさ、英語がさ。うちの親父がさ、うちの子供らにさ、うん、爺爺なんて言うとさ、うん、爺爺なんて呼ぶな、グランドファーザーって呼べって言ってたっけ、それは。こういう岬、ああ、優しく包んでくるってこと？そうね。ね、こういう岬。違う、こういう岬。あ、こういう岬ね、こういう岬、はい、こういう岬を歩いております。優しく包んでくれる岬です。はい、名前がいいね。名前がいいね。秋の気配を感じながら。本当秋の気配を感じる。
ジジイとババアは地ヶ岳です。そう、秋の気配を感じてきたらさ、ね、もう1ヶ月もしないうちに、うん、あそこに行くことを考えないとね。どこ？紅葉。やっぱあそこ行きたいでしょ。どこ？ほら、ガラサーカールだよ。あ、ガラサーカールね、うん、言葉が出てこないのは、ジジイババアだね。思っているのにすぐに出てこない、ね、ガラサーカールね、うん、ガラサーカールの声行くか、今年も行こうよ。なあ、お、行こう行こう、オッケー。アザミザは、アザミが咲いてるもん。あ、アザミザは ね、アザミが咲いてるからアザミザと、うん、はい。おお、だいぶ上げてきたね。あっちた、あっちた。感覚は開けて、落石注意ね、ここからね、静かにね。はい。あ、ここから雨降ると土石流がね。ああ、確かに岩場だ、あそこが。ちょっと危ないな。だね。あ、ちょっと気をつけようね、ここは。はい。狭いし。よいしょ。ちょっとこう砂地のざれた、うん。ね。一瞬だけど、ここは慎重に。あ、今ガラバを通過します。ガラバからは景色はいいですね。とってもいいです。足元悪いので気をつけて行きましょう。おお、ちょっと怖いな。ざれてます。見える？おお。富士見坂。どれ？富士見坂。これ望遠引かないね。おお、いやいや、どっちもね。ここ数日、山荘付近。山荘付近ね。15分だって。あと15分。あ、鉄砲坂。はい。鉄砲坂。鉄砲坂でした。登りだ。さあ、最後の登りです。頑張って、コウキさん。はい。なんか見えたぞ。もう注意だ。見えてる、見えてる。見えてからが長いね、意外と。見えてから長いけど。いよいよ、ガラサーヒュって思い出したよ。いよいよ見えてからが長い。はい。ああ、動画でよく見てた種池山荘が目の前です。ああ、いた。奥さん目の前です。あ、これが種池山荘ね。はい、はい、はい。種池山荘着きました、はい、到着、種池山荘。はい、8時21分到着。はい、はい。お、今日ピザあるじゃん。10時から行ってきたらピザだな。いやー、しんど。行こう。はい、では8時34分地ヶ岳に向かっています。週末限定なんだ。週末限定ね。10時から12時の1時間しか。 OK、 よし行こう。これに合わせて帰ってこよう。ダメならしょうがね。はい、鹿島槍方面。鹿島槍にも行けるのね。うん、鹿島槍行けるよ。熊、おっし、はい、はい、ここからは熊が多いね。ね、熊が多いってことです。よし、こ、こんにちは。いや、いや、稜線だからやっぱ風があるな。あるね。はい、ゴー、奥さん。はい、行きましょう。綺麗だな、美しいね。美しいね。ね、チングルマがすごいですが、稜線も綺麗です。なんか西方独標みたいな感じだな。いや、富士山も見えてすごいね。うん、すげえ稜線。綺麗だよこれ。やーべえな、すげえ綺麗な稜線だね、奥さん。綺麗だ ね、やっとテンション上がってきたね、うん、ここが見えるまでがちょっと長かったね。そう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 。うわー、すげー、うわー、素晴らしいね、これ。うわー、あれが剣かな。どれ？正面。
違う。ああ、そう。おお、素晴らしいね。大パノラマです。前に進みません、これは。わあ、すごいわ。何小屋でしょうか。さあ、頑張っていこう。ピザが待ってるぞ、ピザが。さあ、山頂は目の前です。一歩一歩行きましょう。腰参り。腰参り山荘。ああ、山荘の名前わかんない。名前わかんないけど。腰参りだもんね。すごい。腰参りが綺麗だ。綺麗。いや、今日はいいなこれ。今んとこ絶景だよ。なあ、こうくん。絶景。絶景だね。これぞ絶景。青空じゃなくてもさ、綺麗。浮かび上がってくるような感じだよね。そうそう、剣やばいよ、剣ね。あれが大山かな、動くかがね。あ、そういうこと。なあ、そうかもね。立山の立山立山こっち側から見てるってこと。そうね、反対側から。そう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 、そういうこと。で、南アルプスもバッツリ見えて、こっちで富士山があそこと。最高。大山から富士山も見えるんだもんね。見える見える、うん。撮影が止まりませんの、奥さん。な、採用されないだろうけど一応撮っとくね。もうとりあえず撮れるだけ撮っとこう。よし、こう。カメラ行ってみますよ。すごい景色だね。あ、すごいんだよ。どっちを見て も止まっちゃう。こっちも富士山すごいしね。こっち見ても後ろ立山、剣も見えるし、こっち見てもね。え、いや、すごいし、奥さん、どの角度もね、え、どの角度見てもいい景色だに。どの角度も綺麗です。ああ、薄曇りの天気だけど山が浮かび上がって見えてる気がするね。ああ、いいね。いつも旦那さんが GoPro を撮ってくれるけど、歩きながら撮影するって案外大変です。下から見上げてるときは登れるのかな、この山頂までって思ったけど、意外と近づいてきました。あと、あんな感じです。あんな感じです。少しずつ近づいてるね。山頂な。はい。うん、もうすぐだよ。先にでは南方を踏んできます。南方で休憩休憩。はい。おお、すげえね。あ、三角点。はい、はいはい、さあ、とりあえず三角点いくよ。行こうか。三角点。はい、G 型けど南方の、はい、三角点。はい、着いた。はい、9時20分。駐車場があんなところに見えるんだ。あ、本当だね、ぐるっと回ってた。ぐるっとね。やる、乾杯。はい、乾杯いきます。はい、はい、山頂。あ、着きました。はい、到着。20分。はい、爺ヶ岳南方頂上。頂上、はい、到着。はい、あー、素晴らしいね、絶景だな今日。はい、はい、富士山見えて、はい、素晴らしいです。はい、行きます。はい。はい。はい、行きます。はい。
はい、真ん中行きましょう、奥さん。あそこ降りて、うん、隣まで15分で行けるんだっけ。行ける15分。コースタイム15分。本当かなって感じだけどね。コースタイム15分です。ちゃんと測っててみよう。じゃあ45分につけるかな。やってみ、測ってみ。ヤマップが嘘ついてないか。ヤマップは嘘ついてねえか、うん、検証します。いや、テンション上がるの、この稜線見てみ、綺麗じゃん、うん、同じ山の時の稜線みたいな。何時、ああ、そうね、そうね、自由畑だからいいじゃん。親父ギャグ言わしてよ。でも、もう窒息窒息、本当に臭すぎて。窒息死しそうの俺。親父ギャグなんか切れてない。俺の連れ喜ぶで、多分聞いてくれたら。なあ、切れてない。本当に切れてない。切れがないよ。ちょっともう何でも言ってよ、言っちゃうから。親父ギャグ全然切れてない。え、マジ。思わず奥さんが笑っちゃうようなこと言わなきゃ。思わず笑っちゃうやつ、うん、なんだろう。一旦下るね。一旦下るからちょっと足が。じゃあ中方のピークに向けていこうよね。おすぎとピーク。前も言ったね、これ。これさ、前も言ったけどさ、なんか私好きみたい、これは。おすぎとピーク。そう、意外と笑っちゃう。もう一個さ、うん、おすぎもうすぐ中方だね。スノーピーク。ダメだね。ダメだね、奥さん。はい、すいません。あ、じゃあ、すいません、皆さん、ありがとうございます。でもすげえ整備されていいね。整備はされてるね、本当に、ね、あの50代でも安心して登れる山で大絶景、ね、うん、交通整備何が。もう爺ヶ岳だから許してよ、ね、だから50代が絶景を見に行くのにぴったりな山、うんうん、そう。ただね、いきなり登っちゃダメだね。あ、そう、ちょっと、それはね、ちょっと鍛えながらね、うん、そうそう、はい、まあでも行けるよ、のんびり登れるよ、ここ。あ、そうそう、何個か山をね、登ってる人だったら。危険箇所があんまり今のところね。そう、危険ってところがない、ま、だけど危険箇所が少ないのに、うん、整備されてるのに、うん、絶景はすごいよってこと。そうそうそう。はい、じゃあ中央、はい、中方目指します。はい、中方右ね、行ってみましょう。はい、中方なかなか登るね。うん、ついたっぽいね、うん、コースタイムどうでしょう。終わった。中方、はい、そのまま。じゃあ中方出て、今度はホッポね、はい、おっとっとっと、フラフラして。9時48分出ます。月亭ホッポ。なんかこの辺にね、今ね、もうあの動いてるようなライチョウがあったんだけど。ライチョウ、違うね、ライチョウに見えちゃうね、なんか白いさ、うん、枝が あれなんて。もライチョウに会えるかな。ただ景色は最高です。相変わらず剣がドカーンとあります。ここからの剣すごいじゃん。正面じゃない。真正面だね。綺麗だね。なんだろう、面白いね。こうぐるーっと回ってきて、うん、あれが多分小山の方かな。ねえ、Kポイントだね、ここね。稜線だけどちょっと邪魔になっちゃうからね。いいかな。いいよ、はい、最高ですね。真正面で、ちょうど正面だね、裏剣。うん、あ、そう、裏剣って言葉。立山から見たら裏剣、ね、うん、こっちから見たら表、うん、で正面には鹿島槍ヶ岳、すごいね、うん、これもど綺麗だな、うん、はい。ああ、見えてきたよ。北方が見えたか。北方が見えてきた。あ、見えた。北方、北方、
月亭北方。ああ、北方までちょっと長いんだね、ここは。うん、20分。はい、北方が見えました。なんかもしかしたら崩落で登れないかもしれません。立ち入り禁止ですか。残念。北方は立ち入りが禁止されています。でもここまで来るともうあの山天馬結構綺麗だっつって。冷や池山荘じゃない？冷や池山荘か。冷や池だね。地じゃないもんな。いやー、ここまで来たけど北方は入れません。残念。ただ鹿島槍。鹿島を。正面。剣も正面。じゃあ立山連峰。大きい鹿島を取っとく。あれやっぱそうだ。小山。小山も正面。素晴らしい。はい、北方は残念ながら入れませんでしたので、そのまま。こう行くんだ。そう行くんだけど。だったかな。戻ります、はい、はい、そのままじゃ来た道を戻って、はい、種池山荘まで戻ってピザ食いましょう。はい、間に合うかな、はい、まだ間に合うでしょ。どう、10時から12時だから間に合うよ ね11時ごろ着くかな。まあゆっくり行こうよ。いや、帰りもいい稜線だな。おわ、名残惜しいね。いや、ずっといてえなこの稜線は。よいしょ。はい、中方まで戻ってきました。10時32分分岐です。私たちは日帰りで、日帰りでもいいし、これ泊まっても面白いね、うん、ここはね、多分ね、泊まると足がのぼせるね。いろいろ行けそうだね、うん、足前にもいるけど、ほら向こうのさ反対側も行けるじゃん、うん、ちょっとよく調べとこう、また、うん、今日は爺ヶ岳しか見てなかったからね。単品よりもね、泊まると、泊まると良さそうだ、うん、な。はい、先ほど登った南方です。まで来ました。はい、10時45分、南方の入り口を通過します。雲が湧いてきちゃったね。うん。そうね。いやー、今日来てよかったね、奥さん。うん、よかった ね。またいきなり決まった。いきなり決めてね。いきなりっていうか、まあ、候補には乗ったんだけどさ。うん、爺ヶ岳どうかな、結構きついかなと思ったけど、まあ、まあ今の私たちにはぴったりだね。ぴったりぐらいだね、うん、まだ下山してねえから分かんねえけどな。あ、そうそう、下山が疲れるからね。一番怪我が多いって言ってたからね。疲れるだよ。そう、登れ俺下山の方が疲れる。だからほら、登ってよかったじゃなくて、下山を絶対に怪我しないで降りるぞって思わなきゃダメって言ってる。だって奥さんいつも下山じゃん、やるの。そうそう、だからね、滑ったりなんで。絶対その気が緩んだ時が危険だからね。そうだよ、緩めないでよ、今日は。そう、はい、見えてきましたね、奥さん。種池山荘持ってきた、うん、ね、ここまでが素晴らしい景色だったね。素晴らしかった、本当に。爺ヶ岳は景色が素晴らしいね。景色が本当に、うん、すぐにはバッチリ真正面だもんね。360度ぐるりと、うん、本当に素敵な景色が楽しめます。そうですね、今日は本当に富士山まで見えて、うん、南アルプスからね、ぐるっとぐるっとナイス景観だったよ。剣も見えたしね。剣よかったね。剣って感じだったね。剣様々だね。ね、いや、はい、種池山荘まで来ましたので、名物のピザがあるか。そう、行きます。ピザ行ってみよう、はい、それではピザ行ってみよう、はい、ピザ10回、ここは膝知ってる。子供の頃やったらピザ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 って言うんでしょ、うん、ここはピザって言っちゃう。肘だよ、肘って何それ。どっちか覚えてないけど。はい、タレイケスミスを来ましたよ。11時14分到着。やはり人気のピザ、皆さん食べております、はいはい、いただきましょう。どっから頼む。ここじゃないの。ここのちょっと座るところ書く、ま、マジっすか。マジっすか。売り切れだって。え残念。そうだから、やっぱ10時に待ってなきゃダメだった。10時に待ってる、それ無理だべ。そう、いや、いや、しょうがねえ。では別のものをいただきます。もしかしてなんか欲しいね。私はね、何にしようかな。私あ、俺これいいや。俺可愛いじゃん。私はこれで、だから6番。間違い、俺4番ですよ。
でも白地だぜ、なんか似てない。ああ、一個にしとく。一枚買おうか。じゃあ6、うん、了解や、うん、あといい？ジングラーの手ぬぐい。いやーすげえ。すいません、はい、手ぬぐいの6番ください。ピザ以外は何かあるの？ぜんざいとかか、いいか、あれあるもんな、うん、はい、いや、いいとこだね、綺麗、はい、でーす、はい、種池、はい、種池でーす、はい、コーラと手ぬぐいございました。はい、念願の手ぬぐいは手に入りましたが、はい、ピザは食べれませんでした。残念。はい、それからコーラ飲みましょう。はい、飲みましょう。開けて、はい、はい、いくよ。おー、いい音。やって、カレー見てくる。いいね。はぁ、おいしい。うまい。飲みたいでしょ。飲みたいよ。あげない。最悪だね。ずれ物はない。ない。はい、行きましょう。名残惜しいですが、大池山荘を後にします。はい、12時4分いただきます。大池山に行きます。じゃあゆっくりと下りましょう。はい、はい、行きましょう。はい、では下山はね、滑らないように気をつけてね。はい、行きましょうね。天気も怪しいから気をつけていこう。はい、どうぞ。はい、竿の音が聞こえてきたね。そろそろ着くね。はい、もうちょっとだと思うよ。やっぱり長いよね。長い、うん、はい、いよいよ着きましたね、奥さん。無事に油断しました。はい、はい、ゴールです。はい、いました。なんて書いてあるよ。令和5年。はい、はい、はい、行きましょう。はい、今日は爺ヶ岳に登ってきました。山頂からの景色はものすごく素晴らしかったです。私たちの年代の方も時間はかかりますが楽しめるお山だと思います。登山道はとても綺麗に整備されていて歩きやすかったです。種池山荘ではピザを食べることを楽しみにしていましたが、今日は残念ながら完売となってしまっていました。また次回登った時に食べたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。また気ままに登ります。